はい、無印本命夢を叶える夢を制作中の薄井雅美でございます。昨日ね、292人目の志願者の藤川陽平さんかなの、会が終わりまして、はいね、なんか虎にボコボコにされておりました。で、僕の会でも虎として出演した高澤社長がね、ドリーマーとリアリストについて語ってて、まあね、高澤社長は完璧なリアリストで、藤川さんはドリーマーだと思います。まあ、僕も基本的にはドリーマーで夢を追い続けてますし、夢を追う人を応援したいと思って無印本命プロジェクトをやっておりますが、一応ね、僕は現実的な部分、リアリストの面もあって、志願額もね、僕の会は100万円、藤川さんは600万円、ね、で竹之内社長からですね、今の段階でいくらなら出るっていうような質問があってね、なんか500万まで下げて300万まで下げてみたいな感じで、セルフイメージは非常に高い方かなと思いましたね。あとは、まあ、現実が伴うかどうかっていうところでね、奈良大学を卒業して1年間不動産屋さんで勤めて、で今起業準備中ということでね、僕的には非常に興味深い人物で、まあ、このままね、ドリームキラーたちに、潰されてしまうのかね、夢を実現するのかっていう感じでね、純太さんっていうね、志願者の方がいて、まあ、彼ナッシングだったんですけれども、頑張って活動してますし、まあ、彼も僕とそんなに、僕は46歳ですけどね、彼もそんなに僕と年を離れてないと思いますけど、我々はねまだね有名ではないですけどね、年を重ねてね、現実から目をそらさずにですね、地道にですね活動をやってるとね。で、まあ、今23歳の藤川さんがね、ね、今後ですね、周りのね、声に潰されてしまうのか、結果を出すのか注目してますし、まあ、応援したい気持ちもありますけどね、簡単にちょっと応援して してしまうと、まあ、彼のためにもならないかなと思います。一応なんか概要欄にツイッターとかリンク貼ってあったんで見に来ましたけど、ツイッターは全然更新してないみたいだし、インスタグラムの方はなんかアカウントが、ね、鍵がかかってたということでね、そう、応援のメッセージ送れなかったんですけど、一応ね、YouTube のコメント欄にはたくさんコメントをしましてですね、中には、お前コメントしてくるなよみたいなコメントもあったんですけど、ね、はい、うん、まあ、ちょっと見守っていきたい存在かなと思いますね。藤川さん、もう一人藤川さんっていうね、受験生版タイガーファンディングで有名な、藤川天さんっていうのかな、方もいますからね、ダブル藤川っていうことで、まあ、久々にあの回はバズるんではないかなと思ってます。まあ、バズらなくてもちょっと注目していきたい人物が登場したっていう報告でした。そして、僕の本の方はですね、今日、編集作業再脱稿します。以上です。さようなら。